猿の被害があったのは山口市小郡新町です。午前7時前から立て続けに3軒の住宅に猿が網戸を開けて侵入しました。0歳の女の子と4歳の女の子、そして40代の女性がそれぞれ足を引っかかれて軽いけがをしました。小郡地域では先週から猿による被害が相次いでいて、今日の3件を合わせるとけがをした人は1週間で7人に上り、このうち6人が小学生以下の子どもです。この地域は山からほど近く、住民はたびたび猿を目撃しているといいます。ちょうど見たとき、丘の上。へえ、猿は何してたの？そこの辺を歩いて、その後木に登り始めました。猟友会の方から猿が2匹、2頭おるというのは聞きましたね。茶色と黒っぽいようなって言われたからですね。多分ね、別の猿じゃないですかね。あれだけの距離行ったり来たりできませんもん。先週こちらの家では0歳の女の子が被害に遭いました。その後も猿が何回も来ているということで、猿用の罠が仕掛けられています。この家では先週猿が家に侵入し、0歳の女の子が引きずられて足に怪我をしました。網戸には猿の爪痕が残っていました。でこれを開けて、これを入ってリビングにいた孫たちに、だから多分足を引きずって連れて行こうみたいな感じをしてたっていうふうに聞いてますけどね。警察や山口市では住民に対し猿への警戒を呼びかけています。